初優勝見れるかどうかと2つなんだよ。いや見たくないか、初優勝を。そもそもオランダに勝ってる。いや、オランダはね、でもね、勝つ隙はあるよ、オランダ。勝つ隙は全然ある、マジで。うん、スーパーチャットありがとうございます。もう無理だよ、母国きついよと。ちょっと何言ってるんすか。何言ってんすか。あのね、ルーク賞届きました。はい。2月に注文したルーク賞が届いたんで。もうこっから左でもバシバシ攻めます。やっと納車したんでね。はい、納車したんで、ルックショーが届いたんで、もう。もうですよ。あと負けるとしたら純粋に弱いと思います。もう言い訳ができなくなりました。はい、そうです。シナリオ通りです。5ヶ月待ちのルックショーがね、うん、ついに火を吹いたんで。あとね、イングランドが PK 戦で勝利したのってなんか何年ぶり、何十年ぶりとかでしょ、確か。そうですよね、しっかり PK 戦という名の栄養もね、そう蓄えたんで、そう抜かりないっすよ、今。そうなんですよ。なので、ビビってんちゃうかな。いや、ルリックショー来たんでね。なので、もうそこがどうなるかっていう感じでございます。イエップ。見てるか、サウスゲート、これが先日だよ。何にも理解できないよ、サウスゲート、これ見て。はにゃってなってるよ。うん、あれなんかあいつら、パスつながんな。気のせいか。ダメだこれが。気のせいだな。これがトップじゃダメですよ。サウスゲートにはね、交代枠があるから。巧みな交代枠があるから。使わねえだあいつも。いやでもわかんないですよ、もう明日ファイヤーでやってきたらおもろいですよ、イングランドは。いやイングランドはああいう時多分3でいきますよ。3のファイヤー見たいね。これちょっと怖えなって思う相手3で仕切りがちなんで。チボロドリ欲しいなとか思ってるだけ。ロドリってどれ？一緒でスペイン対イングランドみたい。いやそうよね、スペイン対イングランド、ラミン・ヤマル。スペイン対イングランドだったら俺勝てる気しないんだよな。フランスだったらなんかワンチャンありそう。ワンチャンありそう、うん、ただスペインはちょっともう、スペインだったら圧倒的技術の前に敗北しそうなので、そういう意味で僕はフランスを応援してる。イングランド、うん、多分勝てない。イングランド勝てません、これに。でもなんかそんなやった記憶ねえな、イングランド対スペインって。ああ。どっかでやったっけか。確かにイングランド、ね、あんまりね、うん、戦ってるイメージないんですよね。で、イングランドの最大の、ここまで勝ち上がってきた実力って、基本的に相手を自分と同じレベルにする能力なんですよ。うん。で、最後の最後だけ裏切る能力なんですよ。おお。それがマジでイングランドの鉄板の力なわけでございますよ。マラソン一緒に走ろう。そう。現象がね。で、最後に追い抜く。最後に追い抜くっていう。そう。なんですけど、スペインはそれに言う、なんか乗ってくれなそう。フランスは乗りそう。こっちの悪魔的な誘いをね、断ってきそうですよね。それなんですよね。そもそもオランダに勝ってる。いや、オランダはね、でもね、俺まあまあ、でも。でも勝つ隙はあるよ、オランダ。勝つ隙は全然ある、マジで。うん、で、この中で4強の中で圧倒的にスペインが仕上がってるじゃないですか。まあ、ぶち抜けて、ちょっとね、うん。ぶち抜けて、戦力云々じゃなくて、やってるサッカーが、飛び抜けてるんで、ちゃんとやりたいサッカーを知ってる。こんだけ繋ぐんだよ。いやでもスペインぶっ倒したらすごいだろうな。まあそうだな。マジで、イングランド優勝見たらマジですごい。それ歴史的快挙よ。歴史的快挙なんだよ。ユーロ初優勝見れるかどうかってことよ。あと2つなんだよ。みんな見たくないか、初優勝を。歴史を。お前ら散々取ったろよ、ユーロ。スペインは2回。フランスも2回かな。そしたら史上初の3つっていう。しかも、ケインの。タイトルってなるとなんか、いやーすげーよ、感慨深いね。うん、そのケインをちょっとスタメンどうなんか問題あるからね。ついについにドイツとかスペインとドイツが3で対か、4がいねえのか、4がいねえ。優勝からのサウスゲート契約以上、優勝したらいいんじゃない。もう優勝したらまあご褒美は必要ですよね。そう、うん、優勝したら使ってやるよ、だって、うん、それはもう、うん、優勝したんだから。優勝したんだもん。サウスゲート一番偉いですよ。うん、僕は優勝何回だっけ？これね、勇気のゼロです。誰？母国。僕は勇気のゼロ。勇気のゼロ。勇気のゼロ。普通のゼロじゃない。勇気を持ったゼロ。うわ！
ゴルコムの記事で、まあ、それこそ林さんとか牧野さんとか、はいはいはい、そういう、まあ、今回のユーロの、ね、解説されてる方、チョンテスさんとか、うん、それでいろんな人の現時点での優勝予想みたいな、はいはい、やっぱフランスが圧倒的人気で、ドイツって言ってる方もいらっしゃって、うん、イングランドの一文字もなかったです。イングランドの命もない。命もない。なんでですか？いやー、でも、理由は明白。でもその理由となんか契約延長したみたいだ、俺見ましたね。見ましたね。俺も見た。次のワールドカップまでいるんじゃないかという。今、頭を抱えてる。笑っちゃったもん、俺。嘘だろ。嘘だろって、マジでやった。おぉ、スペインはマシン日本の理想すぎる、フィジカルで勝てない足元で勝つ。いや、こんな理想にしちゃダメだよな。いやねー。もう、だってスペインのサッカーでスペイン以外できないんだもん。スペインっぽいサッカーしてるチームって大抵弱えじゃん。そうなんだよね。そう。偽物なんだよね、結局。そう。まがい物なのよ。偽物は大抵。そう。弱いのよ、これ。このスタイル取ったら弱いからね。そう。こんなのはね、もう俺は、逆に俺憧れちゃダメだと思う。そうだね。これこそ、うん、憧れるのやめましょう。そう。ですよ、これ。うん、ここまで行って10なだけでピーキーだもん。スペインを真似たサッカーは多分、町田ゼルビアに曲げるよ。なんでね、こんなね、横茶化はね、繋ぐことが目的となっちょらんかって。かられるでしょ、町田ゼルビアに。そう。これはもうこういうもんっていう。ある種、こういう極地だという。そう、極地。芸術の一個ですね。そう。これはもう。だからナダルのテニス真似しちゃいけないって言うでしょ。おお、なるほどね。そう、彼もまたくしくもスペイン人ですから。そうですよ。ナダルもだってあんなの普通やったらもう体ぶっ壊れるみたいなテニスしてるらしいんで、あれはね全くお手本じゃないみたいな。フェデラーを真似た方がいいですけどね。いや、ジョコっすね。ジョコなんですか、はい。持たない負けないチームが強いとされる今だからこそスペインの優勝が見たいと。いやー、なんかこれスペインがあの無敵艦隊の時にその流れを作ったように、ちょっとやはりこの令和の世の中を先導するのこのスペインかもしれません。これ令和の無敵艦隊になるが、でもいいですね。なかなか途絶えないね。途絶えない。一見一瞬途絶えそうだったけど、また生えてきましたね。今のところイングランド勝てるようさない。イングランドはこうならないから。ならないんだよな。イングランドはこうならないから。魔物が潜んでるから。どんな相手でもクソつまんなくするのがイングランドですから。で、ちょっと見てみたいよね。イングランドがこの2チーム戦った時に、どっちが飲み込むのかっていう。どっちも飲み込むんじゃないですか。どっちが、だから、おもろくなったら飲み込まれたし、イングランドが。おもろくなかったらイングランドが飲み込んだし。ただ、イングランドは別につまらなくていい。勝てればいい。って言いながら、最後決勝でイタリアに飲まれまくったのが去年のイングランドだからな。ジャパンにもそのポテンシャルあるけどね。まあ、波のウィンガーじゃ無理ですよ。もうこのユーロ見てわかる通り。ちょっといいウィンガーレベルだったら、マジでウィンガーで勝負もできないですからね。世界最高レベルのウィンガーじゃないと思う。ただ、うちにはデリケートゾーンがありますね。そうでした。お前らさ、まあ、確かにね、この試合がおもろいのはいいけど、ポルトガル引き合いにすんのは良くねえと思うんだよね。おいおいおい、あんまし負けたクラブに、負けた国、敗退した国について言うのは良くないと思うよ、俺は。ポルトガルのこと言うのは良くないと思うんですよ、俺は。まだ残ってるクラブ、国のこと言おうぜ、それは。恐らくですけど、ねえ、本当に。イングランドのことかなと。俺のね、国語力が正しければ。ラウンド8までイングランド3点取ったな。3点も取りましたよ。ポルトガル何点取った？まあ、4、5点は取った。いや、ラウンド8じゃって、だってね、ラウンド16、0対0、準々決勝0対0ですよ。ノックアウト数字0点ですよ。おや？うん、それは確かにポルトガルなんかもう、だからこれがイングランドの良さなのよ。イングランドはいじっていいじゃん。ポルトガルも今いじれないじゃん。いじれない。ね、これが皆さんイングランドの良さでございます。皆さん痛感してください。ほら、ポルトガルになったらみんな無気になるから。イングランドファン無気にならないから。結局そう。負けたら負けたでね。そうそうそう。いろいろ議論の余地があるチームですから。そう。でもなんか残ってるからいろいろ言えてるけど。
奪った。まだあるのか。うん。あ、吹きましたね、これは。終わりました。いや、見事です。なるほど。いや、見事ですね。もう。さすがに強いわ。強いですね。うん。っていうか、もう2失点ですね。もうこの2点。まあそもそも今大会こうで躍動全くできないフランスが2失点したらそれは終わりますよと。はい、もう矛盾対決で矛が勝ちましたね。しかもなんかスペイン、まだ全力じゃないか、うん。そうなんですよ。だって累積出てこれだからね。そうね。しかもなんかこの試合も点取ろうと思ったら、うん、まだ取れるんじゃないっていう。大人な戦い見せてのこれだしね。そうね。今年のスペインはマジで前回大会のイタリアと似てますね。ほう。もう仕上がってるし点は取れる。もう優勝できるチームだと思います。もうこれは間違いなく。まあもうドイツ戦制したところで育ったかもしれないんだけど。まあ優勝してもなんら不思議ではないっすね。マジで前回のイタリアと被る。被らない。いや、マジそっくりだと思うよ。だって、あの時のイタリアも強豪を倒して、ファイナルまで行ってるし。なるものか。なんか、もう、その、いろんなメンバー含めてね、インシーニエ、キエザっぽい感じあるし、なんかトップは徐々に点取らなくなるし、みたいな。母国だからもう、これマジでなんか、決勝の感じ、仮にイングランドが行ったら、マジで、なんか前回だけ言ったら、あれ似てんだこれってなるかもしれないよ、俺。どうなるか楽しみだよ。言っとくけど、イングランドが明日負けたら決勝廃止しねえからね。やんねえからね。やんねえからね、お前らなんかいろいろ言ってっけど、スペイン対オランダ。誰が見んねや誰が見んねん、そんなの。もうずっと言ってるから、マジで。イングランドが負けたら配信はしません。もう、やりません。イングランドにかかってんだから。そう。興味がない。もう、一切の興味がない。コパアメリカ決勝とかやりたい。やりたい。うん。本当にもう、どうでもいいと。だからまあ。イングランドじゃない方も。バニーマンやります。バニーマンやる。バニーマンやる。横で。横で。決勝つけながら。ああ、出とったああ。バニーマンやってます、マジで。ということで、はい、明日でございます。明日。そんな母国。一方母国。敗北濃厚。いや。ありがとう。むしろ、もっとちょうだい。もっとちょうだい。もっとちょうだい。それがね、エネルギーになるから。エネルギーになるから、マジで。じゃあまた明日、同じ時間な、はい。そうですね。会いましょうや。会いましょう。お疲れ様です。See you again. Bye.